大雨で浸水被害を受けた久留米市の田主丸小学校です。一時は臨時休校となりましたが、今日無事に終業式を迎えています。おはようございます。今日7月20日こうやってみんなで終業式ができることをとても嬉しく思っています。田主丸小学校では終業式を開く予定だった体育館が大雨で浸水し、今回は教室でのオンライン形式に変更しました。大雨により校舎も床上浸水し4日間休校。地域の人たちと協力してなんとか復旧し、今月14日に授業を再開しました。こちら職員室の前の廊下になります。このフローリングは春に張り替えたばかりなのですが、大雨浸水被害によってこのように黒ずんでしまったり歪んでしまったりしています。無事に終業式は迎えられましたが、本来渡すはずだった通知表は準備が間に合わなかったため、来月4日に設けた児童の出校日に手渡します。もう結構もう庭までもう結構来そうだったんで、もう結構怖かったです。災害とかがあったんで、安心して安全に迎えられたので良かったです。体育館でみんなで集合してしっかりかったなって気の持ちがあります。最後に夏休みに頑張りたいことを教えてください。宿題を頑張りたいです。児童は明日から夏休みですが、教師はそうはいきません。体育倉庫の片付けにはまだ手がついておらず、道具に詰まった泥を取り除いたり、体育館を清掃したりと、職員全員で取り掛かる予定です。子どものお宅はまだまだですね、片付けが残っているお家も多いと思います。そういったところは積極的にですね、何かしら自分でやれることをしっかり考えて、元気に過ごしてもらいたいなというふうに思っております。